今日11時45分から与野党の出局長幹事長会談が行われて今終わりました。冒頭民主党の岡田幹事長から、野党の皆さんの小沢氏の国会招致問題についての回答ということでお話がありましたが、その話をする前にということで衆議院で、可決された12の法案について参議院で審議が進んでいないと、国民の立場に立った議論をぜひやってもらいたいと。それから朝鮮王朝の議期の返還問題についてもぜひ、この国会でそれが実現するようにご協力を願いたいと。その上に立って、小沢氏の問題だけども党の中でさまざまな議論を続けてきたと。本人の意思で政治倫理審査会に出てもらうのは、最もいいというふうに考えてきたけれども本人から前向きの答えがないと。さらなる努力をしたいと。これが岡田氏の最初の発言でした。今各党それぞれ、発言をしたんですけれども、私の方からは、今日の会議の主題は、野党の出局長幹事長の連名の申し入れに対して小沢氏の今国会での国会招致をどう実現するかということへの回答をもらう会議だったけれども、事実上の無回答と。それで、努力はしてきたけども本人がなかなかうんと言わないと。それは前から我々も本人がうんと言わない可能性が強いわけだから、本人の意思とは無関係に、強制力のある承認喚問を民主党が決断すれば実現することなんだからそれを決断すべきじゃないかということを言いましたが、それについては言を採用にしてとにかく引き続き努力すると、前向きに引き続き努力するということを繰り返すだけと。私どももう一つ言いましたのは、その大体政党の政権党の幹事長がですね、政倫審に小沢氏に出てきてもらいたいということを党として決めたんなら一平卒である小沢氏に我々は承認喚問がふさわしいと思ってるけども政倫審に出るっていうんなら近代政党の幹事長がそういえば一平卒の議員がそれに従うというのは政党の当たり前の姿じゃないかと。だからまあ共産党のような立派な党ではないからというちょっと聞こえにくかったら僕カットしてなんか共産党のことを揶揄するかのようなふうに聞こえたもんだからちょっと岡田さんに噛みついたんだけど、向こうはよく静かに聞いた人の話によれば共産党のような立派な党でないからなかなかそういかないと。自虐的に言ったりとか自虐的にそう言ったんだというので別に共産党批判したわけじゃないという話がありましたけど、まあなかなかそうはいかないんだという苦しさを吐露されたと。それから岡田さんがですね、議会の現状、今の国会の現状についてもっと各党は危機感を持つべきだと。今の国会の議論の様子を国民がどう見ているかと、いうことが問われていると。で、国会止まっているというのは異常だと。ぜひ法案の審議をやってもらいたいし、改めて議期の問題についても昨日の日韓韓日議員連盟の会議でも議論になり、昨日の党首会談でももう共産党からもそれで決まったと、ぜひという話が再度ありました。で、我が党については問責は可決されたけれどもそれは政府は重く受け止めるべきだが、それをもって戦国さんやマブさんの関わる委員会は一切出ないとかいう立場を取ってないと。当然国会は議論の場なんだから大いに議論をすると。新拠否は我々はしてないと
や共産党の態度は分かってるというふうにおっしゃいましたが、まあ、全体としてはね、小沢さんの問題についてはもう まともな回答を避けて、そろうならもっと法案の審議に協力しろというニュアンスで、国会がこうなっているのは野党の責任だ、野党の責任だと、こういう、まあ、言い方を盛んにすると。で我々進級しないけど、やっぱり各党がこう審議に出ていきやすいような環境を作るのが与党の責任じゃないかと、その辺の反省がね、小川さんには全くないというので、まあ、事実上まとめとしては別になんか結論出したわけじゃないんだけれども、石原さんが最後にまとめたのは、小沢氏の国会招致についてはゼロ回答であったと。それで国会は現に止まっているところが動いていると、今日も衆議院の環境委員会やられてるし、本会議もこれから衆議院あるわけ、止まっているわけじゃないわけで、なんか国会が止まっているかのような言い方をお母さんがするのはおかしいと、まあ、いうことを石原さんが述べて、まあ、会談としては何か合意を見るというのも決裂状態ですね。小沢氏の問題については、まあ、まともな回答はなかったと、まあ、引き続き努力するというだけの話であったということであります。だいたい全体そういうことだと。何のための会談だったかという話ですよね、先ほどおっしゃったように。だから要求してそれへの回答の場だったんだけど、その回答せずに、法案の審議ぜひ協力してくれと。で我々法案どんどん審議、立場は違っても審議は積極的にやるし、議決問題についても国会で結論出すべきだという立場だけれども、それはあるけれども、小沢さんの問題で答え持ってくると言ってた問題については本人がなかなかうんと言わないから、さらなる努力をすると。これは空手型で、前もその環境整備に努めるとあなたは言うけれども、小沢さんがうんと言わない可能性強いじゃないかと。そうで、見通しあるのかと、あと会期3日で終わるのにさらなる努力をするというけども、まあ、政権党の幹事長がね、さらなる努力をするという見通しもないまま、さらなる努力と言われても子供の使いじゃないんだから、そこははっきりしてくれと言ったけれども、回答はなかったと。で、他の法案についての審議をきちんとやってくれ、やってくれと。それを我々というか、少なくとも我が党共産党は、大いに論戦で追い詰めるという立場なんだから、国会には出ていくと、まあ、共産党さんの言うことは分かるとは言うんだけど、小沢氏の問題についてはまともな回答がなかったというのが状況でした。